各チームのチーム名をね、ちょっとキャプテンから発表したいと思います。まずは。チーム名発表してください。小沢さん、お願いします。マイチームのチーム名は、お、頼むぜ、ワッサンワッパーでございます。拍手、拍手、拍手、ありがとうございます。拍手、由来、由来とか聞いてほしい。由来とかね、ちょっと深掘りしてもらっていいですか。ああ、嬉しい。由来ですか。はい、答えちゃってくださいよ、リーダー。まずワッサンとはクロワッサンから来ています。ああ、クロワッサンから来ています。ワッパーとはとてつもなく大きいという意味があります。はい、とてつもなく大きいクロワッサンです。それ以上でもないんだよ。美味しそうや。それ以上でもそれ以下でもない。というチームとてつもなく大きいクロワッサンでやらせてもらいます。よろしくお願いします。はい、ではちょっとね、美味しそうです。カナイチームの発表させていただきます。やっちゃってください。はい、まさか自分でね、チーム名を言わなくちゃいけないとは僕も思ってませんでした。カナエチームのチーム名はソレユケカナエです。よろしくお願いします。最悪や。なんで自分本位なチーム名。いや、そう、これはちゃんとね、チームの人にも構わないけど、僕が考えたわけじゃないって説明してねって伝えてあるんでね。なんでカナエが考えたのか、なんでこのチーム名なのか。じゃあやっぱそれがいいだ。天宮さん、説明してもらっていいですか、なんでこのチーム名か。カナエ先輩曰く、やぶさかではないとのことだったのか。まんざらでもない。最悪や。やばくない。もう最悪や。全部バラされた。見て見ぬふりした部分までバラされた。気づかないふりしてたのに。はい。ハッシュタグはソレユケカナエウィンになるってことですか。なるほど。ソレユケカナエウィンでよろしくお願いします。はいはいはい。カナエウィン VS WWWWW in。 あ、そういうことなんだ。はい、じゃあちょっとチームメンバーの紹介をじゃあ順番にしてもらっていいですか。それゆけクロワッサンさんのチームは。やめてください。ファンシバリ感がすごいな。誰お願いします。それゆかんよ、こっちは。福澤さん、お願いします。え、チーム紹介ですか。チームメンバー一人ずつ紹介してもらって意気込み聞いていいですか。まずリーダーの私、クザと申しまして、はい、このチームを勝利に導くために長谷さんじました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では誰ですか、私のチームメイトは。いやだって、ではふみさんとか言ったらもうそこでね、自己紹介になっちゃうから、ちょっと多いですよ。あ、じゃあ行かれたメンバーを紹介するぜ。あ、お願いします。勝ちだな、これ。ふみさん、ふみさん、あ、ふみだぞ。よろしくお願いします。お願いします。うえーい、何ですかこれ。続けて、続けて。あ、はい、ガクだぞ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。高宮だぞ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。行くんだ、どんどん。暇だよ、暇だぞ。はい、お願いします。それでは、ソレユケカナエの方も紹介させていただきます。はい、今日がこのカスタムが初プレイになります。カナエです、よろしくお願いします。おー、チームメンバーが沸かしてくれと言ってくれたのでね。はい、よろしくお願いします。では、ゆひさん、お願いします。はい、ゆきりりです。頑張ります。よろしくお願いします。一番多分このチームを支えてくれてます。やめろ。本当に彼女は本当にコミュニケーション能力もとても高くて、もうね、いろんな小さなところにも気づく、とてもね、いい上司になるんじゃないかなと思いました。いいな。次、天宮さん、お願いします。気持ちいいだろうな。心にいも天宮心です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。彼女はね、とてもとてもスポーツマンシップのあるプレイヤーでですね、どんなに不利な状況でも最後まで勝負を諦めない、そういったね、とてもスポーツマンシップあふれたプレイヤーでございます。よろしくお願いします。じゃあ
ゃあ次はレビィさんお願いします。スーパープレイヤーって言ったんです。はいや有原初心者ですが何卒成長速度頑張って速くするんでよろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、彼女は確かに初心者だったんですけど、だからこそ誰よりも努力をして誰よりもチームのためを思って練習していましたんでね。はい、よろしくお願いします。はい、壊れた、壊れた。はい、ではね、次は、長尾くんお願いします。ありがとうございます。長尾キラーよろしく。もう彼は本当縁の下の力持ち。このチームは彼がなしでは成立しないでしょう。最後、あれ僕も誰言ったら差がひどいな。あれ僕も全員言ったか。ロビーなくなったから通訳もやめた。